はい、タチャハオ、こんにちは、シャンメイです。本日はファイナルファンタジー14暁の帰還編第23回撮っていきたいと思います。それではね、メインクエの方を進めていくよ。みんなに前回話は聞きましたので、トルスイアースさんに話を聞いていこう。おお、肝入りの大袋取り返してくれたか。はい、戻す。確かに助かった。ナンジダの尽力に感謝する。ところで族長殿、フラウンダーの穴蔵では人の食料まで見つかったんだが、奴らはそんなにも蓄える必要があるのか。なんと人の食料までも奪っていたか。となると、それを聞いて思い出したのだが、ここ最近コルシア島沿岸部の集落で夜間に倉庫が荒らされるなど、食料の盗難事件が起きているんだ。ユールマー軍は配給が断たれたことによる反動と考え、警戒を強めていたようだが、未だに盗難は続いているらしい。その犯人がフラウンダーだったとしたら、海から現れ海に逃げ去っていたなら捕まえられないことにも納得がいくだろう。思っていた以上に深刻な問題になっているわね。新たな遺構の調査に専念したいところだけれど、フラウンダー対策にももう少し力を貸すべきかしら。いや、新たな遺構、フラウンダーと関係している。え、詳しく話を聞かせてもらえるかしら。明かりの灯り地の奥のさらに深き海底で新たな遺構発見された。フラウンダー、その遺構に急いで移住進めている。なぜ急ぐのか不明だったが、人のもの奪うまでしてたくさんの食料集めていると知り分かった。フラウンダーの王、産卵が近い。オンド族、メスが王になりたくさん卵産んで数増やす。オスは王に仕え卵いただき子育てする。我らも潮だまりの母王様に仕えている。そして産卵のため滋養をつけるのと、羽化した子らに栄養をいるためたくさんの食料必要となる。新たな遺構、頑丈で子育てにも最適。奴らそのために移住進めている。繁殖のための巣か。さすがに調査目的でそこに押し入るのは気が引けるわね。しかしフラウンダー、産卵によって数増えると危険。我ら一度奴らに和解持ちかけた。すると人の町襲うことの協力求められた。もちろん我らは断り決絶した。襲撃やめるよう説得もしたが、奴ら聞く耳持たない。フラウンダー、人に強い憎しみ抱いている。おそらく我らの協力得られなかった分、産卵で数増やして人の町襲う気だろう。フラウンダーたちが人の町を、ユールモアやライト村を襲撃するつもりなのだとすると、話は変わってくるね。やむを得ないわ。今のうちに遺構を見ておきたいのは事実だし、ここはフラウンダーとの直接対決といきましょう。無論荒ごとにはなるでしょう。でも私たちが手強い相手であると知らしめることで、都市への襲撃計画を諦めさせられるかもしれない。その新たな遺構の場所を詳しく聞いてもいいかしら。明かりの灯り地の奥、さらに深い海底へと向かえば見つけられるものかしら。ああ、間違いない。新たな遺構、明かりの灯り地ほどではないが、とても巨大なためすぐに見つかるはず。フラウンダーが古の者の許可なく新たな遺構に住むこと、我ら怒っていた。そして汝ら再来した。これも
いにしえの者の導き、導かれし人よ、どうか新たな意向取り戻してくれ。私たちは古代人に導かれたわけではない。ここでも過去は都合よく解釈されてしまっているわね。無論彼らに悪気はないのだけれど、ともあれアーモロートの先のさらに深海へ向かうとなると、再びかの古き妖精の力を借りなければなりませんね。アクセサリー、これは一式なんだ、全部なんだ。へえ。まあでも今ディフェンダーだからディフェンダーになっとくか。はい、空きがあんまないんだよね。ちょっとリン、みんなに話をしていこうか。サンクレットさん、陸に住む者と海に住まう者の争い、カイトでも同じことが起こっていたな。互いを知らぬがゆえの悲劇か。リンさん、ノアイトルディアさん、何時だ、いにしえの者の導きに従ってどうか新たな一行取り戻してくれ。じゃあリンさん、またビスマルクの背中に乗って海に潜るということですね。今度はどんな一行が待ち受けているんでしょう。どうなるのかね。アディルちゃん、フラウンダーが大掛かりな進行を企ててるっていうなら絶対に阻止しないとね。ヤシュラさん、人は理解が及ばない物事を目にすると神話や超常の世界に答えを見出そうとしてしまう。それ自体は悪いことではないのだけれど。アルフィノ君、フラウンダーたちに苦い薬となってしまうだろうが、ユールモアに降りかかる災難を未然に防げるのなら私も精一杯戦わせてもらうよ。でも戦いになっちゃうのかな。話し合いで解決できればいいんだけどね。そうはいかんだろうな。じゃあウリエンジェさんに話をしていこうか。レベル80クエスト、ビスマルクあるいは剣の島、温度の潮だまりのウリエンジェはビスマルクの元へ向かいたいようだ。ジュジュ、新たな意向があるのはアーモロートの先のさらに深い海底、探索に際しては一帯をビスマルクに気泡で包んでもらう必要があります。レイクランドの剣の島、つまりかの妖精の背に渡るべく、ひとまずはサレン橋まで向かいましょう。あ、ちゃんと礼をして、えらい、アルヒノ君。じゃあサレン橋までワープかな。トゥディアさん、あ、セリフは一緒だった。というわけでサレン橋まで、サレン号かもしれんけどワープです。さて、やってまいりました、サレン橋、サレン号。じゃあウリエンジェさんに話をしていこうか。さて、剣の島へと向かうわけですが、せっかくなのでここで私が編み出した水上歩行術を披露しましょう。え？本気？本当にそんなことができるのかい？ええ、もう船もいらなければ、もちろん泳ぐ必要もありません。ここから歩いて剣の島へと渡ってご覧に入れます。え、興味深いわね。お手並み拝見といきましょうか。まさか右足が沈む前に左足を出す。泳げば済む話なのに回りくどいことをするわね。まあ失敗して溺れないようせいぜい気をつけてくれよ。頑張ってウリエンジェ。応援している、純粋に。
やるじゃないか。すごい。大丈夫か。まったく言わんこっちゃない。ウジエンジさん、いつからこんなネタキャラに。申し訳ございません。不覚にも途中で術が解けてしまいました。せっかく水曜と取引までしてこの術を編み出したというのに、そこまでして。以前に一度成功しているはずなのですが、こたびはなぜか術が乱れてしまったようです。一瞬ふらついていたように見えたぞ。疲れているんじゃないか。スンクレット、大丈夫？ああ、急に泳いだからか、軽くめまいがしただけだ。疲れているのは俺かもな。まあ、いい余興だったわ。ここはおとなしく、剣の島まで小舟で渡りましょう。まあ、船があるならね。船で行こう。お。あ、もう剣の島まで来てる。じゃあみんなに順番に話聞いていこうか。サンクレットもウリエンジェも本当に大丈夫かな。なんか様子が変だったよね、サンクレットさん。準備運動もしないまま急に泳いだのがどうやら想像以上に応えたようだ。言っておくが衰えたわけじゃないぞ。ヤシトラさん、よいしょ。あの風和族と取引するだなんて、一体何を引き換えに差し出したというのかしら。気になるね。交換条件は何だったのか。アルヒノ君、水上歩行術か。私も習得を検討したいところだが、泳げるようになった以上その上達を目指すべきだろうか。まあ、せっかく泳げるようになったんならね。アリセイちゃん、変な意地を張ってないで。ウリエンジェも泳ぎを練習したらいいのにね。じゃあウリエンジェさん、ひどい醜態を晒してしまいましたが、ともかくビスマルクのもとに着きました。早速かの妖精と交渉を始めましょう。なるほど、西の海のさらにそこを目指すため、再び我が背中と吐息を借りたいと。小さき隣人たちの願いは我らが妖精王の願い。そなたには丹念に歯も磨いてもらった。もちろんその願いに応えよう。感謝します、朗らかなるビスマルクよ。ただ一つだけ小さき隣人たちに頼みがある。以前海に潜ってからどうも腹がかゆい。どうやら我が腹に硬い殻を持つ邪魔者がすくっているようだ。背中に草木が茂るのは一向に構わぬが、腹の方はどうしても我慢ならん。
どうか小さき隣人たちに我が腹に救った邪魔者を取り除いてもらえぬだろうか。いいよ、承知しました。その頼みお引き受けしましょう。じゃあお腹をお掃除してきますかね。で、なんて言ってたの？妖精語はわからないから説明してもらえる？はい、願いには答えてくれるとのこと。ただ、かの妖精の腹部におそらく甲殻類が固着しているようで、それを除去することを頼まれました。勝手に引き受けておいて申し訳ないのですが、頼みを果たすには水中に潜る必要があります。あ、ウリンジさん。しかし周知の通り、誠に遺憾ながら本当に不甲斐ないことに、この私と来たら。ああ、回りくどい。誰かが潜って固着した甲殻類を取り除けばいいんでしょ。だったら私とシャンメイが適任よ。私たちには高人族のおまじないがかかっているからね。あなたはお腹の左側、私はお腹の右側ってことで、さっさと済ませちゃいましょう。あ、うん。どうかよろしくお願いいたします。泳げん人はね、無理しない方がいいからね。ふふ、ウリエンジェがアリゼの勢いに負けたね。あ、ここセリフみんな違うんだ。どうかビスマルクの腹部から固着した甲殻類の除去をお願いいたします。しかし私はまだ回りくどかったでしょうか。うん、エストラさん。ウリエンジェもだいぶうまく話すようになったものだけど、アリゼにしてみたらもっと気軽に頼ってほしいのかもね。リンさん、サンクレット、疲れを見せてしまったことを気にしているようです。サンクレット、無の大地の調査で疲れが溜まっていたのか。いや、あの程度昔なら全く問題なかったはずだが。なんだろうね、アシエンさんと接触したことで何かあんのかな。あ、待って左側って言っとったのにちょっと位置が違った。あ、この辺ね。よいしょ。除去した。そしてなんか所ある。除去した。もう一箇所どこじゃ。ん、あ、ある。割と浅いところにあったね。で、3箇所 OK っすね。よいしょ。あれ？え？あ、うん。また視力変わってんのかな？高人族の秘術があるとはいえ、二人に任せてすまないな。だが、これで新たな移行に向かえそうだ。あ、視力変わってるね、ヤシトラさん。ウリエンチェが人に物を頼む時の礼儀の大切さについて長々と語っていたわ。そういうところよね。リンさん、サンクレットとウリエンジェが心配です。アルヒノ君、お疲れ様。それにしても高人族のおまじないは便利だね。私も原初世界に戻ったらかけてもらいたいよ。確かに溺れないってのは大きいよ。アジセイちゃん、固着していたあれ、なんだかじっと見てるとゾワゾワするわ。
富士壺系とかかな。オリエンゼさん、誤着した甲殻類を除去してきてくださったようで誠にありがとうございます。その旨ビスマルクにお伝えしましょう。小さき隣人たちに感謝する。おかげですっかり腹のかゆみはなくなった。思えば前にも腹にすくった邪魔者を人に取り除いてもらったことがあった。あれは世に光があふれた直後のことだった。その男はケンと言った。私がこの居心地のいい場所で眠り始めた時、この背中に渡ってきてそのまま住み着いたものだ。そして我が腹に邪魔者がすくい、かゆさでうずいたところ、ケンは怖がりもせず、妖精語で語りかけてきたのだ。私が頼むと、彼は快く邪魔者を取り除いてくれた。それから二人の交流が始まった。その素性はわからぬが、黄昏ゆく世を捨ててきたという。ケンとは妙に気が合い、たくさんの話をして過ごした。彼を乗せて大空を飛んだ時はとても喜んでくれたものだ。しかし人の命は儚いもので、ケンはほどなくして死んでしまった。話し相手がいなくなり、私は再び眠りについた。寂しくはない。彼は今もこの背で眠っているのだから。だがこうして人と交わるのもいいものだ。光が払われ、夜が没することもなくなった今、私もまどろみから覚める時か。近いうちに近隣の漁師にでも語りかけてみるとしよう。もっともそのためには人語をまだまでもならん。人語でしたらこの私がお教えいたします。挨拶程度ならばすぐに覚えられましょう。それはありがたい。さてその前に小さき隣人たちの願いに応じねば。前よりも深い海底を目指すとなると体の下慣らしが必要だ。しばらく空を飛んでくるので、コルシア島の岬にて待つがいい。じゃあ再び。なるほどな。地元の住民がここを剣の島と呼ぶのは、かつて住んでいた人の名前が由来だったってわけか。だがそんなことはもう誰も覚えていないようだ。光の氾濫の直後のようなことを言っていたかしら。アルバートたちのこともしかり、たった100年前のことですら人々は忘れてしまうものなのね。ねえ、長々と話していたけれど、妖精語がわからない私にも説明してもらえない？ビスマルクは体の下慣らしが必要とのことなので、コルシア島の岬にいて待つことになりました。え、本当にそれだけ？もっといろんな話をしていたようだけど。少々回りくどい話になりますが、それでもお聞きになりますか？もうだったらいいわよ。ビスマルクはしばらく空を飛んでくるそうね。だとしたら、さっき疲れが見えたウリエンジェとサンクレットはその間に一休みしたらどうかしら。俺は平気だ。休む必要なんて全くないぞ。私も特に問題ございませんが。ダメ、二人とも心配だから。
ちゃんと休んで。わかった。しばらくここらで休んでから向かうことにする。シャンメイさんも休めるときに休んでくださいね。こっちの世界に戻ってきてから皆さんと一緒にあちこち駆け巡ってばかりだったと思うので。なんという1、わかった。2、平気だ。平気だと多分心配させちゃうので、ここはわかったにしておこう。わかった。それじゃあシャンメイと年長組を残して若い者で先にコルシア島のスプリットハル岬に向かうわ。ビスマルクがいつ来るかわからないからね。おいおい、今俺たちのことを年長組って言ったか。あいつ自分のことは棚にあげて。まったく。まあいい。確かサレン教にくつろげる店があったはずだ。しばらくそこでしばらく休むとしよう。あ、なんかあの崖の上に張り出した酒屋みたいなとこあって、酒屋っていうかバーみたいな。あ、そんなに崖でもなかったか。いや、まあまあ高いか。みんなセリフとか変わってる。漁具を直してくれた職人さんに何かお礼をしなくちゃ。次の漁で取れた魚を干物にして持っていきましょう。ダックフォードさん、噂によれば夜の闇を取り戻したのも、剣の島を飛ばしたのも闇の戦士様なのだとか。はっ、もしやあなたが。イエスともノーとも言わない感じ。リンジェさん、私は年長組と言われることに取り立てて抵抗感はありません。弱いを重ねることで円熟していく喜びを感じていますから。どうしよう、まだ続くかな。一回ここで切っとくかな。じゃあちょサンクレットさんに話しかける前に今回ここまでにしておきますか。というわけでご覧いただきありがとうございました。また次回配信でお会いしましょう。失礼します。